はい、ボイストレーナーのゆめとです。今日は高音を出すための首筋のストレッチやっていきます。首筋、ここですね、にこれを伸ばすんですけども、これが硬いとどうなるか。これが硬いと首筋、腕までつながってまして、腕の重さで首が横に引っ張られてます。引っ張られるということは中にある声帯も引っ張られます。高音を出すためには声帯は閉じる方向に作用しなければいけませんので、これが閉じにくくなるわけですね。ですので首筋をストレッチするということになります。やり方なんですけども、まずは胸を張ります。で、肩の力を抜きます。そしてあとは首を傾けます。そしてこのままちょっと後ろに反らします。はい、だいぶ負荷がかかったんで伸びてるの感じてると思います。この時肩上げないようにしましょうね。肩はしっかり、むしろこう下に力入れる方向で、そしてもっと負荷が欲しい方は反対の手で優しく優しく乗っけていきます。で、さらに上下に前後に動かすことによって、より痛気持ちいい場所見つかると思います。私の場合はここです。で、ここで約20秒キープ。で、終わりましたらまた同じように肩の力抜いて、ちょっと前後に動かして、あー痛気持ちいい、きたきたところで、さらに負荷が欲しければ優しく優しく腕を頭に乗せてあげると。で、ここでやはり20秒キープ。はい、ぜひ皆さんお試しください。よろしければいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ボイストレーナーゆめとでした。バイバイ。